ただいま四国から帰ってきました。でちょっとお土産で買ってきたね、これ骨付き鳥。まあ大体鳥なんか骨付いと思うけどな、この一角っていうところの美味しいらしい、ひなと親、買ってきました。いくらやったかな、値段ちょっと忘れたけど、ゼロ美味しいらしいです。これね、持ち帰り用のレンチにして食べるやつ。まあだけどちょっと遠いんで、うち今回ね4時間ぐらいかかったね、四国香川県からね。ですんで、あの氷入れてもらって一応持って帰りました。まあ現地でも食べられるんですけどね、2時まで食べる、2時、俺一旦2時でしたから、持ち帰りだけはいけますってんで、これ食べました。じゃ早速レンチンして食べてみたいと思います。はい、できました。いいかな、こちらひな鳥、こちら親鳥でございます。そういただきます。骨を持って、うまっ歯応え抜群やな、めっちゃうまい。ビールやうまっ、めっちゃスパイシー、山ちゃん並みにスパイシーやな、世界の山ちゃん並み。ビール飲みます。すごい歯ごたえ、なにこれ。まあ多分親鳥やからやけど、うん、うん、固めでうまい、コリコリして。じゃあ稲鳥いきますね。なだれ、うん、ジューシー、ジューシー、両方ともね、塩コショウしっかり効いてて、ちょっと辛め、ピリ辛、うん、あー、ビールやわ。これ好みによると思う、俺は親鳥の硬いの好き、うん、だけど人によってはこの筋張った感じのコリコリさんが好きじゃない人もいるかもしれんけど、でもとりあえず無難に行くんやったらひな鳥、うん、やっぱでもボリューミーにあるし、なんかこの骨付き肉らしさ、うん、まあね、もう骨を持ってガブン食うって感じはひな鳥の。でこっち見てまた分かるように、この親鳥の方はこうもう切ってあるの、やっぱそれだけやっぱ歯応えがあるし、噛み切りにくいや、硬いから。だから俺はあの肉、あの焼肉とかでも鶏はこうひね鳥っていうか親鳥の方が好きやから、俺はひね鳥頼むと思います。歯応え抜群でですね、お持ち帰りでも持って帰ってこないんやけど、こう鶏皮スープ、うん、鶏皮スープ吸ってる、あ、らしいな、うまっ。骨付き鳥一角、あのね、これね、香川でもその骨付き肉って調べると一番ぐらい出てくるのが有名だと思う。まああの現場で食べるならば、お昼なら2時まで、あとは多分4時か5時ぐらいから夜の分、ビールとともにぜひとも行ったら飲んでください。というわけで四国ガイドのパテムソン協会でした。一曲最高。